どうも、みなさんこんにちは。こんばんは。ナッツです。イイングライト2今回はこちら、イッツ・ミ・マーリアーンっていう靴装備。これ多分マリオのオマージュだと思うんですけど、入手方法と入手場所をご紹介します。ちなみにこの靴は説明にも書いてあるんですけど、3段ジャンプみたいなことができます。まあ3段ジャンプとは言っても、空中を蹴るようなジャンプができるわけではないので、このジャンプを利用して高いところに登るっていうことはできないです。 3回連続でジャンプすると3回目のジャンプが全中するようなジャンプになるっていう、まあ、ネタ系の装備になりますなので特別強い効果がついてるとかそういうことはありませんのでご了承くださいさあそれでは入手場所なんですけど仮想ダムエアの端っこの方こちらになります 結構ね、わかりやすい場所にはなってるんですけど、一番の目印はすぐ横の盗賊キャンプですかね。ほんとすぐ横、ここが盗賊キャンプになります。そして今から向かうのがこのコンテナになります。ロープが垂れ下がってるので、それを使ってコンテナまで行きます。靴の入手は特に難しいようなことはなくて、あの、チャームのコルクとかレフトフィンガー・オブ・グローバと入手方法はかなり似てます。コンテナのドアは鍵がかかってるので、ロックピックで開けてください。 中に入ったらソファベッドみたいなものがあるのでそこに座りますあとはコルクとかレフトフィンガー・オブ・グローバーの時と同じでしばらく待機しますそうするとビリビリッと電気が走って横の机の上に靴が出てきますこの今出てきたのがいアンになりますので回収してくださいこれで入手完了になりますので結構簡単だと思います まあすごい性能のいい装備とかそういうわけじゃないんですけど隠し装備みたいな感じになりますのでよかったら入手してみてください。はい。ということで本日の動画いかがでしたでしょうかよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして概要欄にツイッターもありますのでそちらのフォローもよろしくお願いします。それではまた。バイバイ。